うなぎとは、うなぎとはね、もうな生活の一部だし、自分もう完全に離れられないもの、常に頭の中には入っているし、うなぎが頭の中から離れるってことはないですね。私の名前は加藤直武です。山田水産でうなぎ師やってます。うなぎを無頭薬で育てて、全国の皆さんに、美味しく食べてもらえるように日々、スタッフのみんなで、うなぎの飼育管理をしています。すでにうなぎを飼って20年になりますけれども、まだまだわからないこともあって、これからも精進していかなきゃいけないなというふうに思います。山田慎太郎です。山田水産の専務です。そうですね、うなぎはやっぱり日本人一番大好きな魚 でここは水が豊富で自然も素晴らしいし、美味しいうなぎを作るに適した環境なんで、ここでうなぎ の事業を始めました。こちらの池には約出荷前なので3万匹のうなぎがいます。で、山田水産全体では約450万匹のうなぎを飼ってます。ちょうどまず毎日うちは1日2回餌をやるんですけれども、朝の4時と夕方の3時15分から餌をやります。で、今ちょうど餌を練ってる作業なんですけども、今ちょうどこれ出来上がった餌です。餌は地下水、水と、あとは魚粉、フィッシュミール、それとあとは魚油ですね、フィッシュオイルをこう混ぜて練り合わせるという形でやってます。餌は作りたての餌をあげないといけません。柔らかくて時間が経つと硬くなってしまうので、それで餌は次々と与えないと、餌を食べ尽くしてしまうと、もううなぎが餌終わってしまったというふうに思ってしまうので、予定量を1回でできるだけ入れるように、でスピーディーに動いてやってます。やはりお客様に、食べ物ですので安心安全な、もちろんそこで美味しいうなぎを食べてもらいたいという気持ちから、無頭薬に挑戦しました。無頭薬に挑戦したきっかけっていうのは、やっぱうちのボスが、社長がやっぱ僕たちまだ若かったんで、新しいことにトライしろと。で、お客さんはやっぱりそういう薬を使わないうなぎを求めてるんで、やっぱそういうオーガニックなものに挑戦してお客さんに喜んでもらいたい、それで挑戦したんですけど、やっぱ最初はなかなか病気になったりして半分ぐらい死んだことありました。で、お金のロスはすごい多かったんですけども、その時はやっぱ社長が、責任は会社が取るからお前たち思い切ってトライしろと。で、トライハードで何回もやって、やっぱ3年間うまくいくまでにはかかりましたね。あれはやっぱりみんなプライベートから会社のチームに入るのと、やっぱりオールブラックスのウォークライと一緒で、戦いに入る準備という意味で心にスイッチ入れるために歌うようにしてます。魂込めて育て上げた南国薩摩の心意気、熱き炭火で焼き込んで温度のタレをかいくぐる食欲誘う香り蘇る。
いします。よろしくお願いします。まあ、無投薬で、育てていくにはやはり非常に、まあ、やらなきゃいけないことがたくさんあるんですけども、でもそれは非常に当たり前のことをしっかりやることができるかできないかだと思います。で、当たり前のことって言ってもまずでも、観察すること、うなぎがどんな状態かが分かる感性、まあ、うなぎの泳ぎ方だったり、餌の食べ方だったり池の匂いとかそういったものを人間の感性を研ぎ澄ましてそれを感じ取る、うなぎの気持ちになれるかなれないか、そこが重要なポイントです。観察する時のポイントで音も重要なんですけども、扉を開けた時に水車の音とか水の音、うなぎがこう集まってくる、そういった音をこう聞き分けれるかっていうのが大切です。うち の、 あの商品の特徴はまずオーガニックであること、うなぎがで、もう一つは炭火を使って焼き上げているというところが一番の特徴です。やっぱり無投薬そしてオーガニックのうなぎをこれから作っていって、でやっぱり日本だけじゃなくてアメリカとかヨーロッパそして東南アジアにもやっぱ世界中の人にやっぱかば焼きっていう言葉がジャパニーズじゃなくてイングリッシュになるように世界規模で美味しいかば焼きを食べてほしいと、それとやっぱり日本のものづくりのやっぱ現場力ですね。無投薬で健康に育ったうなぎは非常に肉厚もあって脂の乗りも良くて非常にこのかば焼きのタレとマッチングするので非常に柔らかさと脂の程よい旨味を感じてもらえたらなと思います。この綺麗な飲んでも美味しい地下水で育ててるというところを一番感じてほしいですね。まあ、無投薬は簡単なことではないので引き続き無投薬のうなぎで育てていくということと、これを、日本人、はもちろんですけどそれ以外の世界の人たちに、かば焼き、うなぎのかば焼きを食べてもらいたいので、そういう努力はしていきたいなと思います。今度はもう日本だけじゃなくて、世界中の人たちに美味しいかば焼きを食べてもらいたいなと、そういうふうに思ってます。はい。人気そうですね。かば焼きが世界の共通語になるように広めていきたいなと思います。